山上容疑者の減刑署名にフィーフィーし、犯した罪へのそれ相当の裁きは必要、がネットで話題。内容はこちら。山上容疑者の減刑署名に、フィーフィー氏が怒声論を言い放ったようです。では、フィーフィー氏の発言を見てみましょう。フィーフィー、安倍氏を銃撃した山上容疑者の減刑求める署名が始まる。減刑って、司法の判断も出ていないのに、感情だけ先走って動いてはいけない。あと、不幸な境遇なら罪を犯すわけでもない。犯した罪への、それ相当の裁きは必要。何より、罪を犯すからには罰を覚悟すべきで、同情は不要。犯罪者の減刑を求める署名が始まるなんて、日本は異常すぎますよ。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。メディアの洗脳工作も異常です。テロ犯の家庭環境を大騒ぎして情報操作してるのが見え見えです。なんだか統一教会の話が出てきてから、ここまで一連の流れがいつものデフォルトすぎて気味が悪いんですが、メディアの過剰な洗脳報道は目に余るものがあります。次はこちら。捜査も終わっていないのに、なんでこうなるのかな。こんな人たちは、やるだろうと思った。こんなことが正義化されると困るね。何かが変だ。ふざけるな、って言いたいですよね。新しいカルトの誕生日ですな。日本がどれだけ狂っているのか、思い知らされますよ。次はこちら。同情する余地すら皆無。そもそも、家庭内事情でテロを起こすって何？自分の相続分がなくなったからのテロ？司法に感情論はいらない。裁判は公平であるべきです。減刑すると、また同じようなことをする可能性が出てくる。同じことが起きないための罰でもあるのに。計画的なテロであり、暗殺、極刑以外の選択肢はない。いかなる理由があれど、犯罪者には、それ相当の裁きは必要です。最後はこちら。今回の事件に関しては、減刑の署名運動をする意味がわかりません。おそらくその意味は、こんな人たち以外には理解できないと思います。結論。安倍元首相を暗殺した人物に対し、減刑を求める署名をする人たち。そして、それを大々的に報じるマスコミ。日本は一体どうなっているのでしょうか。そんなことがまかり通ってしまったら、今後同じような事件が起きた際に、同じようなことが繰り返されてしまいかねません。感情だけで騒ぐ人たちは、そんなことも想像できないのでしょうか。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。